よし。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？メイの姉ちゃん、それは難しい質問だよ。私は物探しのプロだけど、人探しとなると…あ、そうだ！思い出した！確かに人が隠れそうな場所があったんだ！ここの住人に聞いたんだけど、変わったエリアがあって、一人で行くと不気味な音が聞こえるらしいんだ。心霊スポットだと思われてて、誰も行かなくなったって。本物の幽霊というより、誰かの仕業なんじゃないかな。でも、私は命を大事にしたいタイプだから。心霊現象でも、他のものでも、面倒事はごめんだよ。だから、その話を聞いてからは、宝箱があったとしても、行こうとは思わなかったんだ。けど、メイの姉ちゃんが行きたいなら、特別に付き合ってあげるよ。メイの姉ちゃん、守ってくれるよね？やっぱりメイの姉ちゃんが一番頼れると思ってたよ。これでやっとお宝をゲットできるんだね。了解です、艦長。ちょっと不安かも。艦長、次の目標は何ですか？ちょっと不安かも。艦長、次の目標は何ですか？変わった柱が数本あるだけ。あ、あそこ！メイの姉ちゃん、見て！宝箱があるよ！あ、ダメ。鍵がかかってる。謎を解かないと箱を開けられないみたいだ。その、メイの姉ちゃん。ひひ。わかってるよ。でも、中に手がかりがあるかもしれないし。艦長、次の目標は何ですか？ちょっと、不安かも。了解。開いた！手間暇かけず、というのはこういうことだよね。艦長、次の目標は何ですか？何？何が入ってるの？うわっ！何？怪物！常識を覆して人類の考えを超えて抽選！無性！危なかった。しっかりあの世に行くところだったよ。メイの姉ちゃん、本当にありがとう。今後メイの姉ちゃんが店に来たら 2% オフ、いや 3% オフにしてあげるから。ここに紙切れがあるよ。怪物から落ちたものみたい。特別ステージへようこそ。
第一幕、スペシャルゲストとの触れ合い。驚いた？刺激的だったでしょう。驚いたというより死ぬかと思ったよ。最も勇敢な観客を表彰するために特別な宝物をある場所に用意した。その入手方法については第2幕光学魔術をご覧あれ。その他に地図が書いてあるよ。今私たちがいるエリアみたいだけど。ちょっと不安かも。了解です、艦長。開いた開いた。何これ、ランタン？見た目だけだといい値段で売れそうだけど、本当に買う人はいるのかな。目標は何ですか？ちょっと不安かも。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？知れない。ほら、できた。これがパルドフェリスの超絶強化版特製万能鍵だよ。目標は何ですか？了解です、艦長。ちょっと強化版の鍵なんだから、強化版の塀も解決できるはず。艦長、メイの姉ちゃん、あそこの塀で試してみよう。艦長、次の目標は何ですか？次の目標は何ですか？了解です、艦長。ちょっと不安かも。ちょっと不安かも。艦長、次の目標は何ですか？艦長、次の目標は何ですか？ちょっと不安かも。ちょっと不安かも。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？ちょっと不安かも。了解です、艦長。
いい。開演の時が来た。私に服従しなさい。これがサプライズ。シドリ、バトン。
戦。私に任せてって言ったよね。コード開始。行きましょう。殺意が空気から伝わってくる。行きましょう。輪廻の陣、先制の点。行動開始。行きましょう。敵は見逃しません。お腹がすいた。先にご飯を食べようぜ。行動開始。行きましょう。この剣を雷光にして。行きましょう。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。お腹すいた。メイの姉ちゃん、今度そういう危ないことをするときはその前に一言教えて。